道元さんは絶対作曲しろっていつも言ってきます。まあ言ってもしない人はしないだろうけど、うん、するのとしないのって全然違うんじゃない。人が書いた曲を演奏するっていうのが基本的なスタイルなわけでしょ。我々は自分が書いたことあるかどうかって全然マグナムとかで書くこともあるんじゃないの。ありますね。で僕は書いてうんっていうのを繰り返して自分にはそういうクリエイティブな才能はもうないと思いました。俺も一応作曲もするってなってるけど軸足はやっぱ演奏の方にあって、ちゃんと作曲家って名乗るような人ってもう全然次元が違うよ。やっぱりそれはもちろんそうです。俺なんかもうとてもじゃないけどっていう本当はね、うん、そうなんですけど、例えばほらクラシックでやらないのは即興演奏、ああいう演奏感覚を知ってるかどうかで全然違うってこともある。パリのコンセルバトワールとかだと即興演奏のクラスがあるでしょ。面白いよね。最終的にはまあ書かれたものをどう解釈するかって世界に戻っていくはずなんだけど、その教育の過程としてちゃんと即興演奏の演奏感覚も体の中に入れとくっていうのは変なんだけど面白い発想、ね、有効でもあると思う。一応あそこに行く人はやっぱ現代畑のイメージがありますけども、即興演奏のクラスそうかな、うんうん、やっぱりそれも人の目をついつい気にしてしまって、やった時にあなんかちょっとダサかったかなと思って気にしちゃうんですよ。で結局それならばやらない方がマシっていう風にいつもなっちゃうんですよ。そんなこと言ったらもう演奏すること自体をやめちゃった方がいいんじゃない。演奏は人の曲だから恥かいても自分のせいではないっていう、なんかちょっとその辺あ、でもそのスタンスだと、うん、例えばモーツァルトやってもベートーベンやっても、うん、ガーッと入り込んだ演奏にはいまいちならないんじゃないの、うん、そうだよ絶対、うんうんうん、そうだと思うそこでやっぱりリミッターがかかってると思う。めっちゃくちゃバッハのこのフーガが好きなんだよねって子がやるときって、うん、もう自分の曲やってるみたいにやるはずだもん、うんうん、自分の曲じゃないんでできますっていうスタンスってやっぱ聴いてる人ってそのバカじゃないから伝わると思うけど好きじゃなくて吹いてる時もありますからね。そこのマインドセットをどういう風に持っていくかがやっぱり大人の奏者としては一流か二流かに分かれるところなんじゃないのこれでいいよって思っちゃうか、うん、いやそうじゃなくてやっぱ自分は好きか嫌いか言ったら嫌いかもしれないけど、さっきの言った理屈はそこなのよ。やってる曲の感触がどうであれ人のためにやるんだからっていう大前提があるとマインドセットが変わってくると思うけどな俺は。なるほど。自分が作曲するって時は自分の表現を人にやってもらうわけでしょ、はい、その役割が逆転した時っていうのはそしたらもう全面的にその作品に従わないとなっていうマインドになるわけじゃない、うん、っていうのをその役割の交換を繰り返していくうちにプレイヤーとしてのありようっていうのはこうあるべきかなっていうそのイメージがだんだんこうはっきりしてくるというかことなのかな。偉そうだねなんか。いやいやいや面白いです。